美味しい。まあめっちゃ美味しいやん。中国語でここはチーパイ。チーパイ。これ確かに屋台にあったら買っちゃう絶対。めっちゃ美味しい。でなぜ占うの？なぜ神に聞くの？ってちょっと怒られてる。なんかごめんなさい。なんかすいません。何か美味しいもの食べたいと思います。行きましょう。13分で北京ダック1つください。いただきます。うまっ。中華では北京ダックがすごい好きです。いやー、まあ、全部好きなんだが、はい、北京ダックも大好きですよ。普段は中華食べられるんですか？日本の中華料理はよく行きます。娘が流行りの台湾の唐揚げです。さっきの唐揚げです。食べようもん。これが唐揚げなんだ。でかいわ。美味しい。まあめっちゃ美味しいやん。胡椒がすごい強いで、唐辛子もあるからスパイシーなんだ。中国語でここはチーパイ。チーパイ。チーパイ。これ確かに屋台にあったら買っちゃう絶対。めっちゃ美味しい。よくは行かないですね。年に1回ぐらい。正月に行く時もあれば。参拝はまた日本の方とは全然違いまして。みたいですね。参拝の方法も参拝やって明日から最後もう刺しちゃったよ。全部のやつでそれをやる。そうです。順番で今日は1、2で、で次はそっち出たやつですね。あ、そうなの、ね、はい。こちらさっき出たのは松尾さんです。右の方がそのゴンとか木目の方はこっちの方の感じです。ここは結婚の神様です。結婚もじゃあやろう。あなたはなぜ占うの？なんで神に聞くの？あなたの心は、光明盛大であれば自然に益が得られる。あなたが心配していることは、月の半ばまで待てば天気が訪れる。人は誠実な心さえあれば神に祈り求めなくても陰で見守ってくださり、自然に今日を吉と化す。財利を問う方、真面目に経営すれば必ず利益は得られます。光明、今回ダメだとしても引き続き頑張れば今度は必ず希望あり。婚姻、月の半ば過ぎるまで努力すれば結婚できます。いやだってなぜ占うの？なぜ神に聞くの？ってちょっと怒られてる。なんかごめんなさい。なんかすいません。なんかそんな神様のに頼ってばっかりじゃなくて誠実に生きろとおっしゃっております。わかりました、はい、誠実に生きます。中国の神様にお参りができたので今年度も安泰でしょう。